開催ハイタイハッシュペアです。イエーイ。今日はですね、恋が長続きしないのはなぜなのかっていうことについて話していきたいんですよ。あ、私たちは付き合って5年目です。もうそろそろ。じゃあなんでこんな長く続いてるんでしょうか、私たちは。それを話して、じゃあ長く続かないカップルは何が原因なのでしょうかっていうのをね、話していきまーす。はーい。それではクリッカー。じゃあまず私たちはなんで長く続いてると思いますか。いや俺はね、これはね、もう一つですね。それは気持ちです。出た、気持ち。もう何事にも言うね。何事にも言うよね。もうさ、ほとんどの動画さ、締めは気持ちですになっちゃうから。何にでもいい。何にでもいい。じゃあ気持ちでこの5年間続いたってことですね。そう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 。なんで気持ちなのかっていうと、まあ、マザーテレサも言ってますけど。すごい、歴史上の人物出てきた。そうだよ。俺結構前から気持ちって言ってるでしょ、でもこれマザーテレサも言ってんのよ。その言葉ちょっと皆様に今日はね、ちょっとお伝えしたいと思います。なんで。思考に気をつけなさい、それはいつか言葉になるから。言葉に気をつけなさい、それはいつか行動になるから。行動に気をつけなさい、それはいつか習慣になるから。習慣に気をつけなさい、それはいつか性格になるから。性格に気をつけなさい、それはいつか運命になるから。まあ、この気持ちなんですよっていういつも何でも言うんだけど、それってやっぱその内面的なものなんだよね、気持ちって。だからマザー・テレサさん言ってたみたいに、こう気持ちね、それに気をつけると、それいつか言葉になるから。好きって気持ちがなかったら好きって言わないでしょ。そういうことなんですよ。なるほど。長く続く続かないとかそういうのは別にして、正直相性が合わなかったら続かないし、相性が合えば続くし、まあ、それぞれのカップルで続く要因って結構違ってくると思うんだけど、ただやっぱ一つ全般的に共通して言えるのは、この人とずっとに一緒にいたいとか、この人のこと好きだな、これからこの人と過ごしていきたいなっていう、そういう些細な気持ちをどれだけ大事にするかっていうことで、やっぱりそれが言葉になり、でその言葉が行動になり、その行動が習慣になりね、で習慣が性格になり、それは性格を持って運命に変わっていくっていうことをマザー・テレサさんがおっしゃってるわけですよ。だから気持ちだよっていういつも言ってるんだよ。なるほどね。そうだから、そうなんですよ。深いね。だから必ずしも恋愛が長続きしないことが悪いことではないと思うんですよね。好きなこととかと一緒だよね。だから今好きなものが今から50年後好きですかって言われたら、それも分からない。やっぱ成長していく過程で人間価値観とか考え方とか気持ちが変わるから、だから必ずしも長く続くことがいいことではないよっていうのをみんなに言いたい、俺は。一生涯かけてもしかしたらこれからずっといるような人と出会うかもしれないし、出会わないかもしれない、それは分からないけども、でもそういう相手をこう妥協なく探していく人生もいいのかなって思うけどね、これは。深いなぁ。なんかすんげーぞこれ。マザー・テレサ出てきて、もう人生の話になっちゃったもん。もういや本当に本当に。すげーな。はい、これは俺の考えだから、うん、ハニーちゃんがじゃあ5年続くカップルのなんか秘訣みたいなのがあるから。相手がいることがさ当たり前になっちゃって、ありがたみを感じなくなっちゃうと思うの、長くいたらね。そうね、当たり前になるからね。そうなんだけど、私は一応毎回毎回その人のことを考えると、付き合っててくれてありがたいなとか、一緒にいるって幸せだなっていうことをね、噛み締めて過ごしています。それも気持ちだよね。だからもう結局気持ちだよ。とにかく気持ちって言っとけばいいんだよ。じゃあそうだ、気持ちなんだよ。だから何でも気持ちだ。だからその気持ち気持ち気持ち、これですよ。だから何事も本当に一緒にいる時間が長くなればなるほど問題はたくさん出てくるから、その都度その都度その問題が解決しても、またその先には問題がある。それを全部太刀打ちしてたら途中から疲れてくるでしょ。でもその時々に応じた気持ち持ってれば、どんな問題でも二人で乗り越えていけるんじゃないかなって思いますって俺は思ってます。
同じく。はい、ということでね、今日は恋が長続きしないのはなぜなのかっていうね話をしていきました。うん、まあ今回の話が参考になればいいなと思います。はい、何かあったらぜひコメント欄でご相談お待ちしますよ。書いて書いて。はい、それではこの動画が面白いと思った方はグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。声の大きな声で言ってくね。入ってるわ。そのボリューム入ってるわ。